駐ベラルーシロシア大使は2日、ベラルーシ国営テレビのインタビューで、ロシアがベラルーシ西部国境に近いベラルーシに配備すると発表した戦術核兵器を駐ベラルーシ大使が配備する予定であることを明らかにした。ヨーロッパ諸国、特に西側の近隣諸国を威嚇して、ロシアが侵略を続けているウクライナを支援することを躊躇させることを目的としているようです。ボリス・グリズロフ大使はその目的を、防衛能力の向上と説明した。日本と米国は、核拡散防止条約、NPT の遵守を求めています。場所によっては合法だと一方的に主張した。西ベラルーシは、ウクライナのほか、NATO 加盟国のポーランド、リトアニア、ラトビアと国境を接していますが、場所は特定されていません。ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、3月末の年次一般教書演説で、戦術核兵器の受け入れを発表した。ルカシェンコは、5月5日にモスクワでロシアのウラジミール・プーチン大統領と会談する予定であり、配備に関する具体的な議論に入ることが期待されている。インタファクス通信によると、ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は木曜日、ベラルーシ軍がロシアの